秘宝最小覚悟の佐藤輝明 www。な2軍成績22打席20打数9安打18塁打に三振1本塁打に四球4打点 OPS1.400。 そのうちうつやは知らんけど何が原因でこうなった佐藤なんでや。1年目の前半は衝撃を受けたわ。そこからどうしてこうなるんや。まあ予定する散らすやろ。佐藤に関しては黙ってスタメンで使ってりゃええんよ。初年度の打撃見てたらこんなことになるなんて誰も想像できんかったよな。1割でもいいから40本通って打撃に振った方が怖いと思うよ。いつのこそとして小さいあれなってるわ。当てるとこだけさばけばええんに。岡田再評価路線はこいつが壊した説もあるけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。